はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回はシリーズ2先発&三塁手24選手能力徹底評価やっていきたいと思います。はいというわけでございまして、サムネとかタイトルにもあると思うんですが、大変遅くなりました。まあ本当にちょっとねアニバーサリーの更新だったりとか、まあここ直近はねかなりいろんな更新が立て続いておりましたので、この通常のね能力評価というところ大変遅くなってしまったんですが、やっていこうかなと思います。でそもそも三塁手に関してはですね、ポイントの解説動画すら、出せていない状況だったので、まあ三塁手に関してはこれが1本目の動画という形になります。ってことで、まあ先発に関してはですね比較的簡略に、まあ、ポイント解説も出しているので、まあ進めていって、で三塁手に関してはまあ細かい部分とあと OB の紹介っていうところですね、そこまで、がっつりやっていきたいと思いますので、まあちょっと動画の尺的にはね長くなっちゃうかなと思うんですが、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで早速評価の方やっていきましょう。はいということでございまして、早速やっていくんですけれども、まず、前提としてあくまでもこの評価動画シリーズに関してはゲーム内の能力に対しての選手評価動画でありまして、現実の選手に対する評価でありませんので、まあ、そこのところね、了承していただける方のみ見ていただければ嬉しいなと思います。で評価に関してはいつも通り特 A、B プラス BC の5段階、それを決める上で5つの部門でそれぞれ5段階評価ですね、デフォルトの能力、称号を含めた能力、特殊能力、限界突破のしやすさ、自走サメンの5つです。で、おすすめの使い方、置くべき打順、つけたい称号、投手に関しては球種の数と B 球種以上の数ですね、こちらの表示もやっていきたいと思います。であとは同ポジションのランキング比較ですね、まあ、今回は通常の選手なので全員比較ができるかなと思います。はいということでございまして、早速やっていきましょう。まず1人目が西武高橋光成選手ですね。こちらに関しては評価 B プラスさせてもらいました。ここは上から3-4-3-5-3という評価でございまして、やっぱり一番は称号で球種の同値ですね、ここが決められるかどうかで大きくは変わってくるかなと思うんですが、まあこの高橋光成選手に関しては今年のね活躍も素晴らしいので、おそらくですね来シリーズ、シリーズ1でですねまた能力の方が上がるかなと思っていますので、個人的にはまあこの S ランクはもちろんそうなんですが、まあ、A ランクとかに関しても今確保しておくべき選手の一人に該当するんじゃないかなと思っております。続いてソフトバンク石川修太選手ですね。はいこちらも評価 B プラスさせてもらいました。ここは上から3-4-5-4-3ということで、まあやっぱり一番は9位 A に乗せられるか、ないしは9位スタメンの同値を決められるか、この称号の2点でガラッと評価が変わるのかなと思うんですが、まあこちらに関してもおそらくまたシリーズ、次のシリーズあたりで能力が上がるんじゃないかなと思ってる選手の一人であります。また石川選手に関しては先発中継ぎどっちも限界突破ゼロでいける、この使い勝手の差も一つ魅力ですね。続いて楽天湯気投手でございます。はいこちらに関しては評価 B プラスさせてもらいました。ここは上から4-4-3-3-3ということで、まあ一番はね9位と請求がデフォルトからの同値ってところ、ここは非常に熱いなと思います。特に投手コンボってねこの同値出しをするためにはこの同値の選手、まあ称号含めても非常に貴重になりますので、まあそこは称号なしで最初から決まってるっていうのは非常に大きいのかなと思っていますと。まあただちょっと若干ねやっぱり能力の数値的な部分では低いので、まあそこが不安なところであるんですが、まあベンチ枠にコンボ要員として入れておいたりとか、また中継ぎが限界突破3回でいけるので、まあその点の使い勝手はかなりいいのかなと思っています。まあ、あとはここも能力がまだ上がる可能性が非常に高い選手だと思いますね。続いてロッテ小島選手でございます。こちらに関しては評価 B プラスさせてもらいました。ここは上から 3-4-5-2-4 というね評価でございます。まあここに関してもやっぱり限界突破の部分かなが一番はしんどいかなっていう感じではあるんですが、称号で9スタメンの同値ですね、はいここが一応狙える形にはなってますので、そこは決まるかどうかで大きく評価が変わるかなっていう感じです。まあ称号的にちょっと判断難しいんですが、給与をマイナス1して請求をプラス3にする、針の穴を通す請求がまあ一番はベストかなと思うんですが、まあ粘りの投球で請求スタミナそれぞれ1ずつアップさせるのも一つ選択肢ではあります。続いて日本ハム川野投手です。ここは上から3-3-3-2-4というね評価でございます。はいこちらに関しても一番大きいのは先発の中継ぎが限界突破ゼロでできるところ、ここは非常に大きいかなと思います。まああとはここからの能力の上がり幅に関しては、今シーズンそして来シーズン以降の活躍次第かなっていう感じではありますね。まあ、ただルーキーの覚醒のところで A ランク取ってる方とかに関しては限界突破も進みやすくていいのかなと思います。続いてオリックス田島選手ですね。はいこちら評価 B プラスさせてもらいました。ここは上から3-4-4-5-3ということで、まあここはやっぱり一番は能力の部分、9位ですね、9位が A に乗せられるかどうか、9位プラス3ができるかどうかっていうところで評価はまた変わるかなと思うんですが、まあ特に田島選手に関しては球種の部分ですね、はいここは8球種っていうね非常に多い球種数を持っておりますので、まあ超変幻自在というね変化球コンボに関しては非常に扱いやすい選手になるのかなと思います。続いて巨人メルセデス選手ですね。はいこちら評価 B プラスさせてしまいました。ここは上から3-4-5-5-4ということで、まあ一番はここもやっぱり称号で9位請求の同値ですね、ここは組めるかどうかで大きく評価は変わるかなと思います。まああとは相変わらず変化球に関してもツーシーム所持の上で特殊能力タイピングコントロールあたりも持ってますので、まあここは高く評価をしております。まあただちょっと左肘の手術っていうニュースなんかも出てたので、まあもしかしたらね来シリーズ1というところは出ない可能性もあるので、巨人純正の方とか
か、ここをぜひとも確保しておくといいのかなと思いますね。続いて DeNA 浜口選手ですね。はい、こちらに関しては評価 B とさせてもらいました。ここは上から23553というね評価でございます。まあちょっとやっぱりデフォルトだと制球の部分がね若干低いなっていうとこと、あとは全シリーズ去年のものとかに関しては QEA とかもね狙えたんですけど、そこは残念ながら狙えなくなってしまっていますといったところで、まあポジション内ランキングとかに関してもそこまで高い位置づけではない感じではありますが、まあとはいっても QE 型の5球種っていうところでは、まあ先発がいなければね全然ローテーション入ってきてくれる選手になるんじゃないかなとは思います。続いて阪神岩沢選手ですね。はい、こちら評価 B プラスさせてもらいました。ここは上から34554というね評価でございます。この岩沢選手に関しても星さんの鉄腕で9社目の同値が組めるかどうか、ここで大きく評価が変わりますと。でなおかつ中継ぎ限界突破ゼロでいける適正になってますので、ここは非常に大きいですね。はい、あとは自走者の部分に関しても一応ツーシームフォーク持ってますので、ワンランク高く4というね評価になっています。まあこの辺に関しては覚醒での A ランクとか持ってる方に関してはぜひとも獲得したい選手になるかなと思いますね。続いて広島森下選手ですね。はい、こちらに関しては評価 B プラスさせてもらいました。ここは上から34423ということで、まあここはアニバーサリーでもね、能力の方を解説しているので割愛はするんですが、まあ当然ながらアニバーサリー持ってればアニバーサリーを優先して育成するべきです。ただまあ通常とアニバーサリーでそこまでガラッと評価が変わってる部分ではなくて、通常に関しても9位プラス3で QEA ないしは9位スタメンの同値っていうところは組める感じになってますので、まあアニバーサリー取れなくても最悪通常で、まあ、全然いい選手の一人であるかなと思います。まあ、あとは新人王もほぼ格と言っていいかなと思いますので、そこでの登場も期待かなっていう感じですね。続いて中日梅津選手ですね。はい、こちら評価 B とさしまいました。ここは上から33443というね評価でございます。こちらに関しては、一番はやっぱり、中継ぎの適性ですね。限界突破4回で中継ぎがいけるっていう適性を持っているっていうところと、まあ、あとは6球種っていうところですね。はい、まあ、そこが一番は魅力かなと思います。まあ、ただこの梅津選手もねちょっと故障での離脱とかもあったので、ちょっと来シリーズどうなるかっていうところわからないんですが、まあ、ぜひ中日純正の方とかに関してはこの辺確保しておきたいところかなと思いますね。で最後ヤクルト石川投手ですね。はい、こちら評価 B プラスさせてもらいました。ここは上から44353ということで、まあ、相変わらずね高い制球力持って登場しておりますと。でなおかつ7球種を持っておりますので、まあ、その点も高い評価になってます。はい、ということで続いて三塁手ですね、見ていきたいと思います。まず1人目が西武中村選手ですね。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。まあ、ここに関してはシリーズ1と、査定的にもほとんど変わってないと思うので、評価の部分はほとんど変わっていないかなと思います。まあ、やっぱりアーティストでパワー A っていうところが一番魅力ですね。はい、サードの守備に関しても下がってないので、まあ、ここは現状維持といったところかなと思います。続いてソフトバンク松田選手でございます。はい、こちらに関してはミートの部分がね能力若干下がっちゃいまして、シリーズ1よりも若干シリーズ2の方が能力が低いって感じにはなっているんですけども、まあ、ただ相変わらず総合力の部分ではねやっぱり高い評価になってます。サードの守備が、まあ、去年から比べると落ちちゃったりとかっていうところもあるんですけど、まあまあ全然申し分はないかなと思いますので、高い評価になってますね。続いて楽天鈴木大地選手でございます。はい、こちらに関してはミートの部分ですねが、大きく上がりましてプラス3されまして、ミート A がね比較的狙いやすくなりました。まああとは使い方の部分で言うと一応適正的にはファーストの方が高いっていう感じであるんですが、まあスローイングの高さとかね生かすのであればサードっていう起用が、まあ、ベストであるのかなとも思うんですけど、一応今の最強決定戦とかのパワーバランス、パリーグのオーダーとかを考えると、まあ、この鈴木大地選手がファーストとかっていうところの起用をする方も比較的多いのかなっていう予感はしてます。まあちょっと難しいですね、この辺は今後の登場バランス次第でも変わってくるところであると思いますが、まあミート A まで持っていけるとね非常にやっぱり高い見栄えも良くなるのかなっていう感じありますね。続いてロッテ安田選手ですね。はい、こちらに関しては評価 B とさせてもらいました。まあここに関しては待望の登場、通常のスランクの登場っていうところかなと思うんですが、まあやっぱりちょっとまだ能力の部分はそこまで高くはないかなといったところです。とはいえでもまあ高弾道でパワー型、なおかつ特殊能力も上げればパワーヒッターまでいけるっていうところではね、まあ現状の能力も全然悪くはない能力かなとは思います。まああとはちょっとサードとしての補給とスローイングの部分が若干不安かなっていう感じであるので、まあ起用法的には DH とか代打もありなのかなと思います。続いて日本ハムビアヌエバ選手ですね。はい、こちら評価 B とさせてもらいました。ここは上から33454というね評価でございます。まあこの辺もそこまで評価がガラッと変わってないかなと思います。シリーズ1と同等の評価になってますね。まあただやっぱりミートの部分ですねが足を引っ張ってる感じで、野手の賛成の部分に関しては高い続けになってません。続いてオリックス宗選手ですね。はい、こちら評価 C とさせてもらいました。ここは上から22343ということで、まあここはね完全な総力型っていうところと、まあやっぱりステータスの部分がどうしても低いかなっていうところで、今回こういった評価になっております。まああとは今回サードでの登場にはなってるんですけども、一応適正的にはセンターがねベストな形にはなってますので、まあ純正の方とかに関してはいろんな影響法があるのかなっていう感じではありますね。続いて巨人岡本選手でございます。こちら評価 A とさせてもらいました。ここは上から44455
5という、ね、評価でございます。まあ、ここに関してもシリーズ1からそこまで評価の部分は大きくガラッとは変わっていないかなと思うんですが、まあ、若干あれかな、パワーの部分がプラス1とかだったかなと思うんですけども、まあ、そこまでこの評価の部分には影響はしてません。で、特殊能力とかに関しても相変わらず素晴らしい特殊能力持ってますので、まあ、ここに関してはやっぱりさすがかなといったところではあります。続いて DeNA 宮崎選手ですね。はい、こちらに関しては評価 B プラスさせてもらいました。ここは上から34454というね評価でございます。はい、こちらに関してはアニバーサリーでもね登場しているところであるので、能力の部分細かいところは割愛しますが、まあそこまでアニバと、通常で差はない選手かなと思います。まあ一応この通常に関してもミート A が狙えますので、まあ最悪アニバ取れなくても通常で OK な選手でもあるかなという感じではあります。あとはサードを特殊で C までは持っていける感じになってますね。続いて阪神大山選手ですね。はい、こちらに関しては評価 A とさせてもらいました。まあここに関してはミートパワーそれぞれですねシリーズ1から能力上がっておりまして、特にパワーに関してはパワー A が狙える能力になりました。これが非常に大きいですね。一番の完全体で言えばパワー A なおかつ、サードの守備特殊で A まで持っていって補給も D までっていうところまで持っていければ、まあ、本当に総合力っていう部分では、まあ、現役ナンバーワンと言えるんじゃないかなと思います。まあ、あとはタイトル取れるかどうかっていうところですね。もしタイトルが取れればベストナインタイトルホルダーとかの登場もあり得るかなっていう感じになりますので、そこも楽しみかなっていう感じですね。続いて広島堂林選手でございます。こちら評価 A とさせてもらいました。ここは上からオール4というね評価です。まあ、ここに関してはミートパワーがデフォルトから同値ってとこですね。ここは非常に一番は評価をしております。まあ、アニバーサリーでどういった能力になってくるのかっていうところもまた、楽しみな部分ではあるんですが、まあでも通常の S ランクがこの能力で出たってことはこれの単純にプラス1になるんじゃないかなとは思います。まあ、もちろんサードで使っていただいてもいいんですが、やっぱりコンボ枠としてベンチに置くっていうところとかですかね。特に今同じ広島枠っていうところで考えると鈴木誠也選手とか大瀬良選手とかっていうところ使ってる方が多いかなと思うんですけど、まあ、特に鈴木誠也選手に関しては同値まで持っていくのはなかなか大変な、称号はかなり困難な選手の一人なので、まあ、その広島っていう枠と、まあ、ミパの同値枠っていうか、まあ、コンボの部分で非常に助かる選手になるんじゃないかなと個人的には思います。続いて中日高橋周平選手ですね。はい、こちら評価 B プラスさせてもらいました。ここは上から34454というね能力評価でございます。まあここもねミート A が、相変わらず狙えるミートプラス3で狙えるっていう能力になっているっていうところと、サードの守備 B ですね。はい、ここに関しては現役の中でも、まあ、大山選手に続いて非常に高い能力になっておりますので、ここは評価するべきかなと思います。まあ、あとはここに関しても GG ゴールデングラブとかが取れるかどうかっていうところで、まあ、またね3600っていうところの登場もあるのかなっていう感じではあります。で、最後ヤクルト村上選手ですね。はい、こちら評価特 A とさせてもらいました。まあ、ここはね正直ちょっと A か特 A かですごい迷ったんですけど、まあ、アニバーサリーに関してはねもう文句なしで、まあ、ミパ A での同値とかも組めるっていうところで特 A っていう評価になってるんですが、まあ、ここはね通常に関してはミート A がね狙えないっていうところは若干残念ではあるんですけども、まあ、やっぱり圧倒的に野手の賛成の部分に関してはアニバーサリーの村上選手に続いて通常の村上選手が第2位というところに君臨しておりますし、まあ、もちろんサードの、ね、適性が一番高い感じであるんですが、まあ、ファーストでもね適性的には66の C ということでファーストの方が若干高いぐらいではありますが、起用法的に使えるっていうところで、まあ、選択肢も多いですし、でなおかつ特殊能力もパワー非降格チャンスといったところで、まあ、もう文句なしの、ところかなというふうには思います。まあ、ただ何度も言うようになりますが、もちろんちょっとアニバーサリーとのね開きはあるので、まあ、できればねアニバーサリーを確保したいところにはなると思うんですけど、今現環境のね、現役選手っていうところでは本当に打力に関してはナンバーワンだと思いますので、今回こういった評価にさせてもらいました。はい、ということでございまして以上、合計12選手それぞれ見ていったんですけれども、サードの打撃3ステトップ5と総合6ステトップ5出したいと思います。まず打撃の3ステトップ5はこんな感じでございます。はい、今現環境だとアニバーサリーの村上選手と外国人 OB のゴメス選手ですね。はい、こちらが、まあ、現状では打撃の部分では最強かなと思います。まあ、あとは鈴木大地選手ですね。こちらもミートがアップしたことで、上位に食い込んできたなっていう感じです。まあ、逆に言えば中村選手とか松田選手あたりが若干順位落としたって感じですね。続いてサード、総合6ステトップ5がこんな感じ。はい、大山選手ですね。やっぱりここは非常に素晴らしくて圧倒的トップ421というね、数字になっております。でなおかつ守備査定に関しても79の B、 これは最高の数値になってますので、まあ、現役ではもうダントツトップと言えるかなっていう感じです。はい、ということでございまして、お待たせしました。最後今後登場する可能性のあるサードというお話をして終わろうかなと思います。まあサードに関してはね本当に毎年たくさん素晴らしい選手が出るんですが、今年はどんな選手が出るのか見ていきたいと思います。まず1人目がこちら、はい、 OB 長嶋茂雄さんですね。まあやっぱり一番最初に紹介したいもう圧倒的最強サードかなと思います。サードの守備が A で、ミートパワーデフォルトから同値というね、ここに関してはもうやっぱり素晴らしい能力かなと思います。ただ、ここ数年はですね王さんと長嶋さん ON コンビが各年で登場してる感じになってます。で去年は王さんが出ず長嶋さんという感じだったので、まあ今年はもしかしたら長嶋さんが出ずに王さんが出る年になるのかもなといったところではあるので、まあ、そこは注目かなという感じです。
続いて2人目がこちら、はい、オリックス中村選手ですね。はい、こちらに関しては、去年の OB 第3弾ですねで登場になっているんですが、ここに関してはサードの守備が B で弾道アーティスト、ミート81パー85というね、素晴らしい能力です。まあここに関しては総合力という部分で言えばもう本当にナンバーワンですね。歴代のプロスピエースのサードのメイン適性を持っている選手の中でも総合6捨ての部分では、この中村選手が450というところで圧倒的トップをずっと張り続けていますといったところで、まあもし今年も登場すればね、間違いなく目玉にはなるかなと思います。続いて阪神掛布選手ですね。はい、こちらに関しては2019 OB 第5弾で登場になっているんですが、まあここに関してもアーティストでミパーがデフォルトから同値っていうところで、なおかつ広角打法も持っているよといったところが魅力の選手でございます。まあ個人的には本当にねずっと、押し続けてる選手の一人であるので、まあ、今年もぜひ登場してほしいなっていう感じですね。で今年登場する可能性非常に高いなと思ってるのがこちらの選手、ロッテバージョンの落合選手ですね。こちらに関しては去年は中日で出ていて、一昨年ですね、OB の第3弾で初めて登場になっているんですが、まあ、おそらく今年はロッテでの登場、そしてサードがメインでこの能力でっていう感じになるんじゃないかなと思ってます。少年は巨人時代のものっていう可能性もゼロではないかなと思うんですが、まあ、個人的にはロッテでの登場が一番可能性としては高いかなと思っています。で、まあ、能力的にも見てもらったら分かる通り、アーティストでミパ86での同値っていうところで、打撃のステータスに関してはもう圧巻でございますよといったところで、ここは一つ注目になりそうですね。はい、ということでございまして、まあ本当はまだまだね紹介したいぐらいサードに関してはたくさんいろんな選手がいるんですけども、まあ上から並べるだけでも本当にこんだけの選手がねいますので、まあ本当にサードに関しては激戦区に OB シリーズ2はなってくるかなと思いますので、まあぜひね皆さんの選択の参考になっていれば幸いでございます。はい、ということでございまして、今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともご覧いければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォロー等々よろしくお願いいたします。いやちょっともう2ポジション追加のね評価に関してはめちゃめちゃしんどくて、30分ぐらいずっと喋り続けたんでめっちゃ疲れたんですけど、まあぜひねこの評価動画参考になっていたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次はまあアニバーサリーの評価かな、第2弾がおそらく30日ぐらいから来ると思いますので、またアニバーサリーの評価でお会いしましょう。ありがとうございました。